絶望俺たちを超えてくいつか見た景色を塗り替えて叫ぶ存在の照明のギャラリーの何に引き付けてゆく。今日は久しぶりの野外撮影、ボール遊びをやっていくよ。ボール遊び、なんでボール遊びかっていうと、この 6mmBB 弾は所詮ボール、平和なボール遊び。この前使ってたアーチェリー用の弓矢だとか、いつもとんがった武器に比べると圧倒的に安全。この武器で人を殺すことはできない、とっても安全な道具なんだけど、この銃は以前も言ったように元はオリンピックの射撃競技 APS のために作られたもので、今回は前回ショート動画で作った10メーター射程でのオリンピック正規ルールのブルザイでも、あれだと弾がほとんど見えないんだよね。で、あんま面白くなかったし、それにちょっと遠すぎたから、なんであと弾が悪くて結構浮き上がってたのもある。というわけで今回はこの5メーターのところからこの2台、以前も説明したこっちがマルゼンの最高級のバレル、一番精度のいいバレルを装備した装甲もで、こっちがバレルがここからここまで突き抜けてる通常の2倍の長さのバレルを持つ装甲も、これでどっちの方が命中精度が高いかっていう検証を今度こそ行っていく。でルールとはとりあえず10発ぐらい撃って、それでグルーピングを確認して、でどっちがいいかっていうんだけど、ここで大事な話があるんだけど、こういうのって本来は無風状態の風のない室内で銃を完全に固定したまま撃ってやるのが正しいんだよ。そもそも人間が握って撃つ以上はミスが起きるから、ちゃんと狙ったところに当たるかどうかなんてのはその人の腕で決まっちゃうし、腕だけじゃなくてもう体調とか、今風邪ひいてんだけど、まだ風邪流行ってて、風邪ひいて声こんなになっちゃったんだけど、これで手ぶれとかする状態で撃ってたら、その銃が本当に命中精度高いかなと分かんないんだよね。ただその日その人、条件が同じなら、明らかに違い、明らかに違う性能ならもうそれで確定するから。じゃあちょっとやってみよう。まずピンクソーコムから5メーター射程で一発行ってみよう。でこれを打つときに真ん中の正中線と中央の丸を狙って、地味な作業なんだけど、この時点手ぶれも起きてるし、そもそもこの手の動画、この手の動画で撮影する人みんなそうなんだけど、最低グルーピング地って室内でも結構ばらけてるんだよ。本来マルゼンなんかの完璧な精度ならばらけるわけないんだよ。だってこれぐらいの距離ならあそこら辺に置いた BB 玉に当てることすらできるんだよ。その超精度ならもともとこんなことやる必要ないんだよ。グローピングなんてことはもう存在しない。ここはどうしとくか。ピンクソーコムのグローピング射撃テスト、真ん中に命中しているもののやっぱ手ぶれで左右に飛んでいくんだけど、そもそも正中線でも完全合わせてあるから、きちっと狙えてぶれてなければほぼ真ん中に飛んでいく仕様だね。もともと性能はいいの分かってんだから、半分ぐらい逸れてった感じだね。次はブラックソーコム。この銃は
ピンクソークムと違ってトリガーが軽い、なので打ち心地はだいぶ違う、音も違う。ピンクソークムの方は前の使用者が相当使い古してる、まあ年代物だからこの辺の駆動部油も切れてればもうパスパスで滑りが悪くなってるんだけど、こっちはほぼ新品、新品だからトリガーが軽い、まあ、実銃でもトリガー結構、まあ、これくらいの、うん、軽いって言っても手応えあるんで、オリンピックの APS 銃なんかはもう軽いことは軽くて、まだ羽のような軽さだからこんな打ち方できるんだけど、でも実銃なんかだとまあこういうエアガンも一般的な銃はトリガーがそんなに重たいから、そんな腕伸ばしてバーンできないんだよね、うん、ブラックソーコムの集団性グロッピング、真ん中には当たらなかった、うん、左右にブレてるけど、うん、トリガー軽いんだけど、なんでこの左右にブレなのかよくわかんないんだけどね。でももともと室内での、まあ、命中理屈チェックでこの正中線を狙ってもだいたい正中線から左右に少しだけ外れたんだよね。なんで普段2メーターぐらいのところで打ってて5メーター離れたら、まあ、これだけ、うん、左右にブレるようになったって、ただそれだけだな、うん、ともかく命中精度なら、うん、安物の長いバレルよりも、うん、短くて高級なバレルの方がちゃんと当たってくるってのはこれ証明できたね。Has your mind? Has your mind? In your mind? My shoes, you can't lie.